ジャン・フランソワ・パイアールジャン・フランソワ・パイアールは、フランスの指揮者。マルヌ県、ビトイコールルイコールフランソワの出身。ソルボンヌ大学で数学を専攻した後、パリ音楽院で、ノルベール・デュ・フルクに、音楽学を、ザルツブルクのモーツァルテウム音楽大学にて、イーゴリ・マルケビチに指揮を指示するなどの教育を受ける。1953年にジャン・マリー・ルクレール、気学アンサンブルを創立する。 これが母体となって1959年にパイアール室内管弦楽団が結成された。同楽団はバロック音楽や古典派音楽を専門としていたが、チャイコフスキーやドボルザークの弦楽セレナーデのようなロマン派音楽を稀に録音することもあった。パイアールは校舎を通じてエラートレーベルに数々のバロック音楽を録音し、また欧米の各地で演奏旅行を行った。 パイアール室内管弦楽団と共演して音源を残したソリストに、モーリス・アンドレ、ジャンピエール・ランパル、ジェラール・ジャリ、リリー・ラスキーヌ、ピエール・ピエールロ、ジャック・ランスロラがいる。中でも、チェンバロのアンヌ・マリー・ベッケンシュタイナーは、パイアール夫人である。パイアールはしばしばその他のアンサンブルにも、客演指揮者として活躍し、また著実家としても活躍した。 アーカイブスデラミュージックインストゥルメンターレの肯定者であり、また1960年にはフランス古典音楽ラミュージックフランセーズクラシックを出版している。初来日は1968年10月で、以後、たびたび日本を訪れている。近年では2001年に来日し、水戸室内管弦楽団を指揮して、ドビュッシーやファリア、オネゲルの作品を指揮した。 ありがとうございます。